金英夏は韓国の小説家、慶尚北道高齢出身。1995年に登壇した金英夏は現在まで活発な作品活動を行っている。1990年代の都会的な感性をよく表していると評価されている。小説は他人の自殺を助ける仕事を職業としている人物を主人公にし、 幻想文学の領域を新しく開拓している。小説集、と、の中の作品は、素材面において、造形芸術とパソコンゲーム、カルトムービー、バラバラ殺人、人質事件、同性愛などを大胆に扱っている。特に自我と他者との間の孤立と疎通、極端なナルシズムとその限界などを、現代資本主義や都市文明が生んだ人間の孤独が、生み出す。 様々な問題を斬新に描いている。伝説的なパロディや推理テクニックを借りた解説者としての和者の設定などは、金英夏小説の持つ関心が、和者の存在、ひいては小説とは何かという問いにまで至ることを物語っている。小説集長編小説3文集。ありがとうございます。